何を考えている。ヨアヒム・ギュンター、一体どういうつもりだ。どうして自分が不利になる情報をわざわざ残したりする。確かにな。お前たち偽装の可能性はどう思う。正直この状況で偽装する意味はないと思います。全ての状況が彼を指し示し、ルバーチェア議長との関係も明らかにされていますし、インの行動を見る限りヘイユエや共和国派の仕掛けの可能性も低いのではないかと。ま、これ見よがしに誇示してるだけじゃねえのか。あの秘書野郎の態度だってかなり言っちまった感じだったし。同感です。その2つのファイルからは自己顕示欲と合わせて何らかの狂信的なメッセージを感じました。それもおそらくキーヤについて。なるほどな。そこまでこだわらせる何かをあの子が持っているのか。バカバカしい。ただの能天気な子供でしょう。こんなことをしてまで一体何をしようって言うんです。さてな。だがこの白いファイルに彼女の写真が挟まっていたことの意味、ロイド、どう思う。はい。6年前までに行われていたいくつもの非道な儀式の数々、その締めくくりとしてキーヤを利用するというメッセージかもしれません。絶対にさせません。なあ、もちろんだ。ダドリーさん、上層部の方はどうですか。間が悪いことに例の拘置所襲撃の知らせがあってな。しかも拘置所の近くにあった警察学校と訓練場も襲われたらしい。そちらへの対応で警察本部は蜂の巣をつついたようになっている。わかりました。これ以上は当てにはできません。遊撃士協会に頼んでキーヤを外国に逃がしましょう。ロイド、それは。もちろんアリオスさんかエステルたちに任せることが条件だ。リベールあたりなら安全だろうし、教団の手も届きにくいはずだ。確かにそいつが一番安全かもしれんな。だがいいのか。お前自身の手であの子を守れなくなっても。俺のこだわりやプライドなんてどうでもいいんです。みんなは反対かもしれないけど、あの子が少しでも安全なら俺はそちらの可能性にかけたい。ロイドさん。やれやれ、仕方ねえか。そのつもりなら急いだ方が良さそうだな。国際定期船の最終便は確か9時30分だったはずだ。急げば今夜中にリベールへあの子を逃がせるかもしれん。よし、ギルドに連絡しろ。アリオスあたりが戻っていたらそのまま任せればいい。奴なら娘とキーヤの2人、何があっても守りきれるだろう。はい。はいはい、こちら遊撃士協会クロスベル支部よ。ミシェルさん、支援課のロイドです。今よろしいですか。あら、坊やだったの。どうしたの。うちのメンバーはまだ戻ってきてないけど。そうですか。アリオスさんがいつ戻るか分かりませんか。ああ、彼ならそろそろ戻ってくるはずだけど。なんなのあんたたち。ここはブレイザーギルド。ミシェルさん、どうしたんですか。ダメだ、通信機がやられたのか。おい、何があった。遊撃士協会が何者かに襲撃されたみたいです。通信が切れる直前に機関銃の音がしていました。まさか操られたマフィアどもか。可能性は高そうだな。いや、そのマフィアの襲撃にしてはちょっと気になることが。何。そうだ、違和感があったのは。いや、あの状況からしたら当然の反応だったはず。一体何が。この音は向こうの通信機。
早く出ましょう。あ、ライド、通信機が鳴ってるよ。ああ、すぐに出る。ごめんね、しずくちゃん、うるさくしちゃって。いえ、何かあったんですか？はい、特務支援課です。あ、ロイドさん、よかった、無事に繋がって。その声は、ノエル総長か？はい、先ほどはどうも。実はロイドさんたちにお伝えすることがあるんです。ベルガード門の部隊との連絡が完全に途絶しました。なんだって？一体何があったんだ？わかりません。こちらも現在確認中で、一応そちらにも伝えるよう副司令に指示されました。わかった、情報感謝する。そうだ、こちらも伝えることがあるんだ。市内でギルドが？わかりました、副司令に伝えておきます。何が起きているのかわかりません。くれぐれも気をつけて。ああ、そちらこそ。警備隊方面で何があった？ベルガード門の部隊との連絡が完全に途絶したそうです。今現状を確認中とのことでした。なんだと？一体何が？サイト。なんだ、外に何かいるのか？囲まれてる、気をつけろ。なんか集まってきてるって言ってるみたい。本当か？ひょっとして遊撃士協会を襲撃した？間違いなさそうだな。総員、脱出の準備を。ロイドとランディはキーヤと雫を連れて行け。はい。アイサー、ティオは周囲の警戒を。エリーはフォローに回れ。はい、了解しました。ダドリー、シンガリは俺とお前で持つぞ。了解です。キーヤ、しっかり捕まっててくれ。しずくちゃん、失礼させてもらうぜ。親父さんに比べりゃ頼りねえだろうが、勘弁な。そんなこと、よろしくお願いします。よし、なるべく陣形を崩さずに。警備隊、行くぞ。裏口から撤退する。まさか今のはベルガード門の警備隊か？ああ、見知った顔がいたぜ。まさかマフィアと同じように操られているというの？その可能性は高そうです。とにかくなんとか警察本部まで。先生、これは？どうやらただごとではなさそうだ。ハロルドさん、あんたは家に戻りたまえ。他の人たちも早く家の中に。どうすれば？警察本部に行くならこのまま行政区に。ダメです。裏通りを抜けろ。はい。
なんや、お祭りか。変な取り合わせね。何の騒ぎだい。うるさいったらありゃしない。なんやねん、一体。さすがにきついな。ライド、大丈夫？私、おります。いや、大丈夫だ。こんくらい任せとけって。あら、弟くんじゃない。イリアさん、リーシャ、皆さん。へえ、かわいい子を連れてるわね。おっきな犬までいるし、楽しそうな組み合わせじゃない。二人とも、急いで劇場内に避難してください。すぐに連中が。何台持ち出してんだっつうの。ええ、アトラクションか何か。気合が入ってるじゃない。とにかく避難してください。おい、何をしている。警察本部に急ぐぞ。はい。君たち、どういうつもりだ。兵に対し令の命令か。ことと次第ではただでは済まんぞ。この正気のない目は。シャッターは簡単には破れない。しばらく持ちこたえられるだろう。追っ手が来る。噴水前を迂回して中央広場に戻る。アイサ、みんな無事でいてくれ。私の孫娘たちに一体何をするつもりか。市長、どうか落ち着いて。危険です、お下がりください。一体何があったんだ。議長、ここは中に入った方が。バカ、どうしてこんなこと。まさか彼の仕業なのか。戻ってきたね。でも警備隊の姿はいなくなってるみたいです。うまく負けたってことか、セルギーさん。ああ、よし、ここから先は別行動だ。お前たちは東通りを抜けてプロスベル市から脱出しろ。どうやら暴走してるのはベルガード門の警備隊のようだ。多分ソーニャの部下たちは当てにできるだろう。街道に出たらタングラン門に連絡して車両で迎えに来てもらえ。わかりました。ですが課長たちは。
俺とダドリーは撹乱のためここに残る。連中の注意を引きつけてかき回してやるつもりだ。そんな、おいおい、何無茶言ってんだ。私たち二人ならば撹乱してから撤退することなど造作もないことだ。グズグズするな。一刻の猶予もないのだぞ。ダドリーさん、行きましょう。課長、気をつけてね。ああ。ダドリー、一家のエースの実力、改めて見せてもらうぞ。そちらこそ、かつてあの二人を率いていた伝説の班長の実力、見せてもらいましょうか。これは襲撃された後か。お父さん。あら、あなたたち。ミシェルさん。よかった、無事だったんですね。ええ、あの後なんとか切り抜けて脱出したの。連中がいなくなってからこっそり戻ってきたんだけど、まだ連中市内にいるみたいね。ええ、行政区を中心に市内に展開しているみたいです。なるほど、市外にいた遊撃士たちもそろそろ戻ってくる頃合いよ。戻り次第フォロー回すから、このまま街道に逃げなさい。あと、しずくちゃんはこのまま頼んだわよ。合点承知だ。任せてください。ミシェルさん、どうかお気をつけて。ええ、そっちもね。さすがにここまで追ってくる気配はないな。ええ、課長たちのおかげでしょうね。無事だといいんですけど。今はエイドスに祈るしかねえな。ああ、キア、しずくちゃん、大丈夫か？はい、キアも平気だよ。みんなと初めて会った時みたいだね。そうだな。あのオークションからまだ一月ちょっとかよ。ちょっと信じられませんね。さてと、このまま街道に出るとして、先にタングラムモンに連絡する？なあ、頼む。つながりにくかったらノエル総長の方でもいいだろう。え、わかったわ。話し中みたい。無理もねえ、相当混乱してんだろう。しばらく通信はつながりにくいかもしれませんね。仕方ないわ、直接ノエルさんの方に。なんだ。おい、まさか。ドゥバーチェ。病院を襲撃したのとは別動隊みたいですね。300人近い大所帯だ。他にもいるとは思ったが、ここは突破するしか道はなさそうね。キア、しずくちゃん、できるだけ下がっててくれ。
行きます。お疲れ様でした。よっしゃ、なんとか切り抜けたか。みんな、このままカイドウに。さすがにあれは無理だな。仕方ねえ、一度町に戻って旧市街あたりにでも。絶体絶命ってやつか。お父さん、なんとかこの子たちだけでも。あれは車がもう一台。このリムジンはディーター総裁の。さあ早くお乗りなさい。ベル、マリアベルさん。話は後だ、とにかく乗りたまえ。はい。キア、乗り込むぞ。うん。しずくさん、捕まれ。チェのみならず警備隊までもか。なんというかとんでもない状況ですわね。ええ、正直悪夢を見ている気分です。ところでおじさまたちはどうしてあんなタイミングで。ああ、共和国での商談があってその帰りだったんだが、サングラム門を越えたあたりでマフィアたちの襲撃を受けてね。なんとか振り切って町にたどり着いたら君たちが襲われていたというわけさ。そうだったんですか。いやしかしマジで助かったっすよ。この車もしかして防弾っすか。ああ、特注品でね。ガラスも防弾だから簡単には破れないはずだ。ラインフォルト社製の最新の防弾リムジンですね。なるほどね。でもさすがに砲撃までは耐えられないでしょうし。お父様、このまま IBC に戻っては。ああ、そのつもりだよ。彼らも疲れているだろうからゆっくりと休んでもらおう。そんな、これ以上ご迷惑をおかけするわけには。そのお気持ちはとても嬉しいのですけど。エリー、水臭いことを言わないでちょうだい。 IBC のゲートは特殊合金製だ。簡単に破られることはないだろう。それに IBC 総裁としてクロスベルの治安については無関心でいられない。できれば詳しい事情を君たちから聞かせてほしいんだ。ディーターおじさま、わかりました。ご迷惑をおかけします。決まりですわね。二人ともなんだか眠そうだな。大丈夫です、無理もないわ。もう10時近くだし。あれだけの修羅場に付き合わせちまったからな。IBC に着いたらベッドを用意しておきましょう。よし、そうと決まればせいぜい飛ばすとしようか。お父様、
現状で判明していることは確証があるわけではありません。いずれきちんとした証拠を揃える必要があると思いますが。ああ、君たちの立場ならそうだろう。だが私は今大きな失望感を感じている。その教団の残党とやらの罪深さはもちろんだが、そんな連中につけ込まれここまでの事態を引き起こした愚か者たちには心底呆れ果てたよ。はい、私とてクロスベルの状況が難しいものであるのは分かっている。ルバーチェのような存在や議員や役人たちの腐敗についてもある程度は仕方ないと諦めていたが、どうやら私はとんだ愚か者だったようだ。おじさま。そうですわね。 IBC は少なからずクロスベルの政界に影響力がある。お父様は今まであえて中立であろうとしていましたけど、その怠惰が今回の事態を引き起こす一因にもなったようだ。すまない、お詫びのしようもないくらいだ。そんな。いや、さすがにそれは気にしすぎじゃないですか。実際権限や責任があるわけでもないですし。いや、時の政権に対して財界がある程度働きかけるのは本来は常識的なことだろう。それ以前に私にもクロスベルを愛する市民の一人という自負があったはずだ。だが忙しさにかまけその愛嬌心も薄れていたらしい。それは私たち市民一人一人がそうだったと思います。ああ、いずれにせよここで愚痴っていても仕方ない。この事態を解決するために我が IBC は総力を持って君たちに協力させてもらおう。総裁、ありがとうございます。とても心強いです。といってもこの状況はいかんともしがたいですわね。警察本部やタングラム門とも連絡が途絶しているのだったかしら。はい、何度か連絡してみたんですが、何らかの理由で通信妨害がかかっているようです。動力ネットワークによる連絡を試すことはできないんでしょうか。どうやら何者かによってジオフロントの動力ケーブルが遮断されているらしいですわね。なんとか迂回ルートを確保すれば通信網を回復できると思いますが。ならば技術部のスタッフに最優先でやらせたまえ。警察本部、タングラム門、遊撃士協会との連絡はもちろんだが、市内の各端末との連絡も取れればさらに状況もつかめるようになるだろう。わかりましたわ。そしてもう一つの心配はキーヤ君か。はい、操られた警備隊が俺たちを執拗に追った目的はキーヤの可能性が高いと思います。実際俺たちに発砲した時はほとんど威嚇射撃だったしな。一方しんがりの課長たちには容赦なく撃ってきてたみてえだ。キーヤを決して傷つけずに身柄を奪い取れ、そんな風に操られているのかもしれませんね。まあ、あれだけ可愛かったらさらいたくなる気持ちもわかりますけど、ヨアヒムと言ったかしら、ずいぶん不気味な男みたいですわね。いや、正直彼が何を考えているのかはっきりとしたことはわからないんです。何のためにキーヤが必要なのか、白いファイルの最後にあった写真がどこで撮ったものなのか、そもそもキーヤちゃんがどうしてあのオークションの場にいたのか、それすら分かっていないの。あの子の記憶が戻っていたら手がかりになったんでしょうけど。なるほど、歯がゆいですわね。いずれにせよこれだけの事態を引き起こしたと思われる人物は恐ろしく危険な男であるのは間違いないと思った方がいいだろう。君たちをこのビルにかくまったのは簡単には特定できないだろうが、万が一のことはあり得る。覚悟だけはした方が良さそうだ。はい、そうっすね。各所との連絡などは引き続き IBC のスタッフにやらせておく。キーヤ君たちも休んだことだし、君たちも
少し休憩したまえ。それともベッドを用意しようか。いや、それは遠慮しておきます。それよりこのビルの中で補給できる場所はないですか。少々装備が心もとなくて。確かにさっきはいきなり襲撃されたからな。それなら1階のカウンターで各種のサービスが受けられるよう取り計らっておこう。各メーカーの支社もあるので武器の融通も効くかもしれない。エプスタイン財団も入ってますから攻防機能も使えるでしょうし、緊急時の備えもしていますから食料なども融通できるはずですわ。なるほど、確かに何でも揃いそうな勢いですね。いや、さすがは天下の IBC ビルだぜ。ご配慮感謝します。それでは少しの間休憩させていただきます。あれ、ランディ？よう、相棒。マジでとんでもないことになっちまったな。あ、なんだ。何か変なことを言ったか？いや、でも、率直なところ、ランディはどう思う？警備隊に本格的に攻められたら、ここがどこまで持つのか。
ま、正直厳しいだろうな。クロスベルの警備隊は劣気とした軍事組織だ。戦車や飛行船こそ持ってねえが、練度も高いし、個人レベルじゃ最高の武装が供給されている。いくら最新のビルとはいえ、要塞でもない民間施設がそうそう持つもんじゃねえだろ。やっぱりそうか。となると、何とかして警察本部や遊撃士たちと連携する必要があるな。せめて通信が回復するまではこのビルを守りきらないと。ま、そういうこった。たく、こんなことならあれを持ってくるんだったな。あれ？俺が2年前まで使っていた動力ライフルだ。とてつもない火力を持ったな。そうか、良平時代の。赤い星座だったか。あれから少し調べたけど、その筋ではかなり有名みたいだな。悪名高いの間違いだろう。大陸西部最強の両兵団、戦場を蹂躙する赤き死神。ちょっと前には共和国方面で兵ゆえとやり合ってたらしい。それこそ正真正銘の殺し合いよな。そうなのか。悪い、引かせるつもりじゃなかった。ま、警備隊が本気を出したらかなりヤバいことになるだろう。しかも配備されたばかりって話の新型装甲車まで持ち出されたら。なあランディ、前に言ったことだけど撤回させてもらってもいいかな。あ？旧市街のレースの後の話さ。兄貴みたいな一人前になるまでランディの過去は聞かないっていう。あ、前にも話したけど、兄貴は俺にとってヒーローみたいな存在だった。課長やダドリーさん、アリオスさんも言ってたけど、そこにいるだけでどんな逆境も何とかしてくれるって思わせてくれるような人だったらしいな。たく、どんだけ化け物じみたやつだっつうの。別にそこまで腕っぷしが強かったわけじゃないと思うけど、最初はさ、そんな兄貴の代わりにならなきゃいけないと思ってたんだ。じゃないとクロスベルに俺が戻ってくる資格はない。そう思って死に物狂いで捜査官資格を取って今まで頑張ってきたけど、やっぱりどこか無理があったみたいだ。そうか。しかしその割には妙にすっきりした顔をしてやがるな。まあね、そこまで行くと逆に変な風に前向きになってさ、俺は兄貴みたいにはすごくなれない。だったら俺は俺としてすごくなれればいいんじゃないかと思ったんだ。まあどんな風にすごくなるのかはまだわからないけど、キーヤも引き取ってみんなも一応引っ張ってる立場でうじうじ悩んでもいられないだろ。幸いランディたちも助けてくれるし、俺がすごくなくてもなんとかやれる。だったら今はその状況に甘えさせてもらおうと思ってさ。なんだよお前、もう十分一人前の面してんじゃねえか。ランディはさ、分かってたんだろ。兄貴の背中を追い続けてるだけじゃいずれ俺が行き詰まるって。まあな。だがそうして挫折すんのもお前の糧になるんじゃねえかと思った。しかしまさか挫折する前に自分で気づいちまうとはな。俺一人だったら気づけなかったと思うけどね。だからあの時カッコつけて聞かなかったことを聞いてみたいと思ったんだ。兄貴みたいに俺の成長を見守ってくれた誰かさんのことをもっと知りたいと思ったから。なあロイド、お前、俺が今までどれだけ戦場で敵を殺してきたと思う？想像もつかないな。多分俺の生きていた世界とはかけ離れたところの話だろうから。
正解だ。俺も正直覚えてないくらいだ。物心ついた時から戦場という世界で生きてきた。4つの時にナイフを渡され、6つで拳銃の撃ち方を習った。実戦は9歳だ。親父の部隊で石膏として働き、2人の敵兵を殺した。そして12で小隊、14で中隊を任されて、5年間犬のように戦場を駆け回った。だが俺は逃げた。ガルシアのおっさんみてえに望まれて抜けたわけじゃねえ。クソみたいな殺し合いに嫌気がさしたわけでもない。ただ何かを見失って戦場からさまよい出てきただけだ。腐った死人みてえにな。そのあちこちさまよって最後にクロスベルに流れ着いて警備隊に潜り込んだわ。今ライフル使うのを拒否ってたらアホ司令に首にされかけて、そして課長に拾われて、なぜかこんな場所に立っている。それが俺、ランドルフ・オルランドって男だ。ランディ、ありがとう。話してくれて。ったく、お前エムっ気でもあるんじゃねえか。どうしてこんなクソみてえな野郎の過去をわざわざ知りたがるんだか。引いてねえとは言わさねえぞ。引いたといえば引いたけど、それでもやっぱりどうしても知りたかったんだ。それに俺の事情ばっかりランディに知られているのも尺だったし、お互いをある程度知ってこその相棒なんじゃないか。だってランディが相棒って言ったんだろ、さっき俺が声をかけた時に。いや、あれは挨拶代わりっつうか、あれ？俺今までお前をそんな風に呼んだことなかったっけ？多分、だからさっきはちょっと嬉しかったんだけど。そんなに笑うことないだろ。自分でもちょっと気恥ずかしいんだからさ。それが理由でここまで引っ張ったのかよ。しかも先に自分さらけ出して俺を追い込みやがるとは。いやいや、 M と思わせておいて実は S ってパターンだったとはな。なんだそりゃ。ビル内に残っている皆様にお知らせいたします。非常時につきこれより一部フロアの照明を落とさせていただきます。また保安上の理由からエントランス以外の非常口は全て閉鎖させていただきます。どうかご理解の上、火元などにはくれぐれもお気をつけくださるようお願い申し上げます。さーて、いよいよ本格的な籠城になってきやがったな。俺は念のため1階のエントランスに降りておくことにするぜ。わかった。俺の方は補給と装備の確認をしておくよ。おう、任せたぜ。警備隊が押し寄せたら最後まで動けるのは俺らだろう。お嬢やティオスケにはあんま無茶させたくないしな。なあ、分かってる。俺とランディの2人でなんとか食い止める必要があるな。そういうことだ。背中は任せたぜ、相棒。了解。よく寝てるみたいだな。無理もないか。あれだけの大立ち回りだったし。ライド
大丈夫、絶対に俺たちが守るから。だからキーヤ、安心してくれ。今まで自分たちのことだけで精一杯だったけど、やっと分かった気がする。何のためにクロスベルに戻って捜査官を目指したのか、兄貴も同じだったのかな。